全日本産業別労働組合会議は戦後初期に存在した日本における労働組合のナショナルセンター。略称は三別会議さらに省略して三別とも。第二次世界大戦の敗戦後、日本の労働運動は急速な盛り上がりを見せた。三別会議はその際に日本共産党の影響力の強い左派の 労働組合を集めて結成されたナショナルセンターである。結成したのは1946年8月21日で、電気、国鉄、鉄工業、機器製造業、石炭工業など21炭酸、当時の組織労働者の40%以上にあたる163万人の組合委員をもって結成された。政治的には、右派の日本労働組合総同盟と競合し、 2.1ゼネスト、労働立法の制定、産業復興、最低賃金制の確立、労働協約の締結など、戦後初期の日本の労働運動において重要な役割を果たした。また、国際的には、世界労働組合連盟とも友好関係にあった。1947年には、総同盟や、その他の労働組合ともに、労働戦線統一の第一歩として、 全国労働組合連絡協議会を立ち上げた。しかし、1948年頃から、三別会議を批判する勢力が強まり、三別民主化同盟が結成される。民道派は2年足らずのうちに官民を問わず、労働運動全体に波及して、運動の主導権を握った。ただし、民道派は、反共主義が先行して、労働運動の民主化という本来の目的から逸れた。 部分も否定できず、左右対立と組織分裂はその後の労働運動にも大きな課題を残すこととなった。三別会議は民道派が相次いで脱退、離脱したことにより組織は弱体化。さらに1949年以降、レッドパージによる弾圧で打撃を受けた。1950年に日本労働組合総評議会が結成された時点で、 少数派に転落し、共産党の混乱が続く中でその後も、勢力を回復することはできず、九百五十八年二月十五日に解散した。戦後最初の命令。当時分裂していた、労働戦線のと、第二次世界大戦の敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部は、日本の非軍事化と民主化のために秘密警察の廃止や、婦人解放などと並んで、 労働組合の結成を奨励した。これに伴って1945年10月以降、各地で労働組合の結成が相次いだ。戦前、戦時から活動を続けてきた共産党員を含む左派の活動家は、各地域や各地域で労働組合の結成に取り組んだ。このうち、地域別に組織化に取り組んだグループは、神奈川県や東京都などで、工場代表者会議や、 地区労働組合協議会を作った。1946年1月20日には、関東地方労働組合協議会が結成され、経営者による雇用組合反対、労働組合の地方組織の全国協議会の結成、統一戦線の推進、思想、振興、政党支持の自由、民主的な代表性などを打ち出した。他方で産業別に組織化に取り組んだグループのうち、 いち早く組織の単一化を果たした日本新聞通信労働組合の呼びかけで2月20日に産別会議準備会の発起人会が発足した。4月以降産業別の全国組織が相次いで作られこれらを結集して産別会議が結成された。1946年8月19日から8月21日に開かれた創立大会では21団体 約160万人が組織されていると報告された。これは同時期に結成された右派のナショナルセンターである総同盟よりも多いものであった。総同盟が府県連合会を基礎としていたのに対し、産別会議は産業別労働組合を基礎とし、世界労連の基本綱領に基づく考量を持っていた。産別会議考量は、労働者と労働組合の権利擁護、急制度、 旧政治勢力の一層、週40時間労働制や社会保険の獲得、女性、少年労働者の保護、経済再建、労働戦線の統一、労働同盟や国際連帯が歌われ、いずれも、ため、に戦うで結ばれていた。参加した労働組合は、読売葬儀、日本交換鶴見製鉄所葬儀、東方葬儀などを行った戦闘的な組合を多く、抱えていた。 敗戦後、高まりを見せていた、労働運動に対して、占領軍や日本政府はこれを抑え込もうとした。日本政府は1946年2月1日、生産管理闘争を経営者の所有権侵害として、事実上否定する司法、内務、商工、構成の4小声明を発表し、占領軍も、食料命令後に、防民デでも許さずの声明を、マッカーサー司令長官が出した。 さらに、第一次、吉田内閣は6月13日に、社会秩序保持に関する声明を発表して、社会秩序を乱す、恐れのある、大衆運動の取り締まり、生産管理戦術の否認などを宣言した。政府は労働関係調整法の制定を図り、8月になると、国鉄、会員などで福音によって増加した労働者数の削減を図った。こうして、日本政府、 占領軍と労働運動側の緊張は高まった。このような状況の中で、労働運動側は、ストライキ戦術によるより、強硬な闘争を組織して、8月末から9月にかけて、国鉄や会員において、大量各種の撤回や大幅賃上げなどの成果を収めた。三別会議も9月19日に、最高闘争委員会を設置して、各種絶対反対。 最低賃金制の確立と待遇改善、産業別統一団体協約の獲得、吉田内閣打倒などの目標を掲げた3別10月闘争に取り組んだ。まず、新聞通信放送支部が続いて、電産協も葬儀に突入し、停電ストや送電停止戦術などを駆使して、生活費を基礎とする最低賃金制を勝ち取った。 11月1日には、労働組合と経営者団体との産業別の団体協約基準案を発表した。また、非協労が呼びかけた最低生活権獲得全国教員組合大会や前提大会も、最低賃金制の確立と待遇改善、団体協約の締結などの要求を決議して、次第に公務員労働者の運動が争点化することとなった。 10月以降運動を続けてきた、教員、前提国鉄、観光庁の労働組合は、11月26日に、全観光庁共同闘争委員会を立ち上げて、大幅、賃上げと最低賃金制の確立、越年資金の支給、団体協約の締結などを共同で要求した。産別会議もこの動きを支援し、社協両党、日の 総同盟などとともに12月17日の生活権確保吉田内閣だと国民大会に参加した。こうした動きの中で、産別会議、総同盟披露会議その他の共同が作られ、翌1947年1月15日には、全国労働組合共同闘争委員会が産別会議、総同盟ほか30組合の参加によって組織された。吉田政権が、 労働組合を敵視する中で、政府と労働運動の対立は頂点に達して2.1ゼネストに突入することになった。このように、三別会議は、戦後初期の労働構成を主導して、労働組合の組織化、各し撤回や労働者の権利擁護、待遇改善の実現、団体協約の締結などに大きな役割を果たした。日教組結成大会。 2.1スト後の労働戦線統一の機運の中で生まれ3別会議に加盟していた旧非協労系の組織も参加した2.1ゼネストは占領軍の命令で挫折したものの一定の待遇改善、労働協約の締結などの成果を獲得するとともに労働運動の盛り上がりの中で対立していた労働団体が協力する機運が生じた。前頭の解散後に 全国労働組合会議準備会を組織し、曲折の末に1947年3月10日、単一のナショナルセンターへの第一歩として、全国労働組合連絡協議会を結成した。全労連には、三別会議、総同盟、労会議、観光庁労組、その他民間労組が加盟し、当時の組織労働者の84%にあたる420万人を組織した。 また、各産業でも組織統一が取り組まれ、国鉄では、国鉄労働組合、教員組合では、日本教職員組合、科学産業では、科学労働組合全国協議会、公務員関係では、全官光庁労働組合連絡協議会が、結成され、3別会議系の労働組合もこれらに参加した。詳細は、全国労働組合連絡協議会を、 参照労働組合の統一、強化の動きは、三別会議の内部でも起こった。3月12日から3月13日の拡大執行委員会では、より大きな産業ごとに組織を整理していく、第三別整理の方針が提起された。期間し、労働戦線4月号は、三別整理への提案と題する論文を載せ、第三別整理を通じて、労働戦線を統一することを提起した。 特に金属産業でこの動きが進展し、産別会議、総同盟、疲労会議、無所属を超えた大金属合同の動きが生まれた。11月に開かれた産別会議第3回大会は、一連の動きを踏まえて、大三別整理による無条件合同、全労連、世界労連への結集、地域における共同闘争の強化などの方針を改めて決定し、統一のために、 三別会議の枠を打ち破る用意があることを表明した。2.1ゼネストは一方で労働戦線の統一を促進したが、他方でこれまでの労働組合の運動方針に対する批判や反省も生み出した。ゼネストに参加した各組合は、1947年4から5月にかけて開かれた各種の会議で自己批判を行った。 1947年5月10日から5月11日に開かれた三別会議幹事会はストライキ編調し日常闘争が欠如していたこと特定政党の指導下にあるという印象を持たれたことなどを自己批判し続く執行委員会でもこの自己批判を採択したしかし7月10日から7月13日に開いた第二回臨時大会では執行部が提案した 自己批判案を左派系の大議員が坊主さんへと批判し、運動方針案も否決されて、より先頭的な闘争目標が掲げられた。これにより、自己批判を主導してきた各組合の幹部や、三別会議の初期の不満を呼ぶことになった。続く11月17日から11月20日の第三回定期大会では、共産党の提唱する地域人民闘争でなく、 地域における共同闘争の強化を通じて、全国的な統一闘争に取り組む運動方針案を掲げた。しかし、これも、再び左派の多数派大議員によって否決されて、より共産党色を強くする形で全面書き換えがなされた。三別会議の左派優位の動きに不満を持った一部の幹部や書記は、特定政党による組合支配の排除と組合の民主化を求めるグループを作った。 総同盟は1948年1月の第2回中央委員会で共産党の組合支配に反対する労組民主化運動を提唱していたが前年12月に三別会議の初期を辞職していた細谷翔太らが中心となって2月13日三別民主化同盟の結成が発表されたこの発表に名前を連ねた漢字や初期は30名に及んだ 結成主意書と声明は共産党フラッグ活動による組合不明朗と二重支配による非民主制を排除し一切の自由組合をして一大陣列に結集することを目標とした。同じように各三別組合でも2.1ゼネストに対する自己批判と新しい運動方針をめぐって共産党による組合指導を批判する動きが生じ国鉄反共連盟電産緑会 全日通白通会、全体再建同盟などが次々と生まれ、これらの各組合で主導権の獲得を図った。三別民主化同盟の結成に対して、三別会議の対応は揺れ動いた。発表直後の2月16日から2月17日に開かれた幹事会では民主化同盟を認めないと決定し、民同派の役員や初期らは辞任を声明した。 続く2月21日に開かれた執行委員会では意見はまとまらず、発足の動機は了解するもののその時期、方法、手段は遺憾であり、しかし、規約、綱領に反しない限りその損廃には関与しない、共産党員の成熟を期待するとともに、民主化同盟の事情を望む、といった玉虫色の声明を採択した。他方で、共産党は、 細谷翔太ら民主化同盟の動きを分裂主義として強く非難した。三別民主化同盟が発足後、三別会議をはじめとした各組合で民道派が主導する形で労働運動の分裂が進み、左右対立は激しさを増した。三別会議の加盟組織では、新聞通信において放送支部が脱退して引っ放し労が結成され、読売、毎日、 朝日が脱退の動きを見せる中で、新聞通信も三別会議を脱退した。また、非永遠では、第三次東方葬儀をめぐって、東方支部が分裂して、全永遠が結成された。三別民主化同盟は、1948年6月12日から6月13日に、第1回全国大会を開いて、本格的な組織化を見せ、 全観光の7月闘争をめぐって政府が出した、政令201号に関して、産別会議、全観光を中心とする共産党の極左主義が、事態を引き起こしたと批判した。さらに、産別民主化同盟は、総同盟や他の民道派と連携して、全国労働組合代表者会議、全国労働組合会議準備会を開催して、産別会議、 全労連に対抗する組織の結成を図った。1948年11月19日から11月22日に開催された三別会議第四回定期大会では、左派と民道派が激しく対立した。左派大議員の提案によって、三別民主化同盟の問題が取り上げられると、大会大議員の圧倒的多数で、三別民主化同盟の全労働者に対する、 階級的裏切り行為を求断し解散するべきで、あると決議がなされた。これを不満とする電算全日通、全政府などの民党派大議員52名が退場した。12月10日、産別民主化同盟は、第2回全国大会を開いて、新しい産別会議を結成する方針などを決定し、両者の分裂は決定的となった。このように、 産別会議をはじめとした各組合で民道派が主導する形で分裂が進んだが、1949年前半までは、左派側の活動も活発であった。1947年末に結成された大金属共同闘争委員会の中から、産別会議加盟の全鉄路全日本機器、全国車両が合同して1948年10月14日に、 全日本金属労働組合が結成された。さらに総同盟全国金属は参加しなかったものの、12月10日に、全金属、全電工、全電線、全造船、全自動車などとともに全日本金属産業、労働組合協議会という統一団体も誕生している。また、科学産業では分け全協の中から大科学、産業労働組合会議が組織された。 1949年1月の第24回衆議院議員総選挙では、社会党惨敗、共産党躍進という政治情勢もあり、左派支持の勢いもあった。実際に、国労や前提では、左派が主導権を握って、民道派に対抗する局面が見られた。しかし、1949年7月から、レッドパージが始まって、左派は、急速に弱体化した。 占領軍の圧力や支援のもと、日本政府や民間企業は、左派の活動家を積極的に排除し、労働組合の分裂や、三別会議、全労連からの脱退が相次いだ。最初に、1949年後半に、定員法で国鉄、郵政、教育などで10万人以上が解雇された。この中で、三別会議に加盟する中で最大の組織を、 有していた前提は、左派と民道派に分裂した。また、全金属など多くの組合から脱退が相次ぎ、全日通りも三別会議、全労連の脱退を決議した。1949年11月28日から11月30日に開かれた三別会議第5回定期大会では、12組合、約76万人にまで減ったことが報告された。また、 三別民主化同盟は新たに全国産業別労働組合連合を結成して正式に三別会議を脱退した。その後も全政法、全公安が三別会議の脱退を決めた。こうした組織と運動の危機に対して三別会議は地域共闘や越年闘争といった統一行動の強化を進めるとともに4月17日の執行委員会で組織を自ら解散して 全労連に一本化することで全労連を強化することを打ち出した。1950年6月に朝鮮戦争が始まると占領軍は日本共産党やその影響の及ぶ団体を直接的に弾圧するようになり、三別会議は決定的な打撃を受けた。7月以降、新聞、放送、電気、映画、日通、鉄鋼、化学、石炭、 私鉄などで1万人以上、公務員で1000人以上のパージが行われた。レッドパージに前後して、民道派による左派の排除が行われた組合も少なからずあり、電算では左派活動家の排除のための組合員の再登録が行われ、11月に三別会議を脱退した。この結果、三別会議の組織人員はさらに減少し、1950年6月末時点で、 9組合、約29万人、同12月末時点で7組合、約11万人にまで急減して少数派に転落した。また、全労連に対する弾圧も強まり、占領軍の意を受けた日本政府は、帰還し、労働新聞を無期限発行停止を命じ、8月30日に団体登記政令に基づいて解散命令を下して、幹部12人を公職追放した。 こうした一連の弾圧と分裂、脱退の中で左派の労働運動は決定的な打撃を受けた。反対に民道派の結集が進められ、1950年7月12日には民道派の大半を結集した日本労働組合総評議会が占領軍の後押しで結成され、産別会議から離脱あるいは分裂した新三別、前提獣組、電散、誕 引っぱなしろ、新聞料連などもこれに参加した。1959年5月、本部事務局資料や炭酸資料など、産別会議が発行、収集した一切の資料が、産別会議記念会より、大原社会問題研究所に寄贈された。1989年11月21日に、結成された、全国労働組合総連合は、自らの系譜を、 三別会議をはじめとした日本労働者階級の戦いの歴史と伝統、財産を受け継いだものとして意義づけている。全労連は三別会議の土地を継承して建設された平和と労働会館に事務所を置いていた日本国民救援会、労働者教育協会、原水爆禁止日本協議会、日本美術会、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟と力を合わせて、 平和と労働センター、全労連会館を建設し、全日本民主医療機関連合会、働く者の命と健康を守る全国センター、国民大運動実行委員会などとともに活動の場としている。三別会議綱領我々は労働者と労働組合の基本的権利を守るために問う。我々は封建的、植民地的労働条件を一層するために問う。 我々は一周44時間労働制獲得のために問う。我々は婦人、少年労働者の完全なる保護のために問う。我々は資本家全額負担の失業保険獲得のために問う。我々は民族経済の復興のために問う。我々はファシズム、軍国主義の残存勢力を撲滅するために問う。我々は 労働戦線の完全な統一のために、問う。我々は働く農民との同盟結成のために、問う。我々は、世界労働者階級と提携し、永久平和のために、問う。三別会議規約、第二条本会議は次の各項の実現を目的と、する。一、人種、国籍、信仰、政治的信条にかのありなく、あらゆる民主主義的労働組合とすべての未組織。 労働者を産業別単一組合に組織し、さらにこれを全階級的団結に結集すること。二、労働者と労働組合の基本的権利を擁護し、働く者の権利と自由を拡大すること。三、日本労働者の劣悪な労働条件を徹底的に改善すること、また労働者の利益を守る、社会立法を獲得すること。四、生産に対する。 労働者の発言権と決定権を強化し、労働者並びに全ての勤労人民のために産業を復興すること。5. 我が国の封建主義、専制主義、軍国主義、ファシズム及び民主主義を妨害するあらゆる勢力を撲滅すること。6. 全世界労働者の国際的団結に参加し、一切の戦争の根源と問うことによって世界平和を永久に確保すること。 第三条本会議はその目的実現のために次の活動を行う。1. 情勢の検討と階級的政策の決定。そして、それを共同遂行すること。二、産業別組合間の情報を交換収集すること。3. 産業別組合間の共同闘争を組織しあるいは共同援助すること。4. 産業別組合を 強化拡大するために援助を与えること。5. 地方産業別会議と連絡すること。6. 労働調査と産業調査を行うこと。7. 労働学校その他の加盟組合の文化活動に対して援助を与えること。8. 出版物、機関紙を発行すること。9. 国際的情報の交換と連絡を行うこと。労働商品。 資料労働運動史各年版より作成。沖縄を除く46都道府県に神奈川県地方産別会議等の名称の地方組織が作られた。1947年11月の定期大会に提出された資料によれば、各都道府県で産別会議系の労働組合が参加している組織は、1地方産別型、2労組会議型、3県労協型に分類されている。 第一の地方産別型とは産別会議に加入している組合を中心に組織しているもの。第二の労組会議型とは産別系、総同名系、その他中立の労働組合がそれぞれ所属別、産業別に加盟しているもの。第三の県労協型とは各労働組合が所属別、産業別に整理されずに包括的に組織されているものである。 このように、ローカルセンターの組織状況は地域によってまちまちであった。そのため、中央とは異なる動きを示している場合も多い。例えば大阪では、西尾末広に代表されるように戦前以来の右派を受け継いだ総同盟系の勢力が強い地域であったが、1946年前半の時点で、三別会議系の活動家や共産党大阪府委員会は、 総同盟に一本化する動きをしていた。しかし、共産党中央が独自組織の結成を決定して、中央で三別会議が作られたこと、現場活動家が総同盟の保守的体質や組織方針に不満を持っていたことなどから、独自に三別会議関西地方会議が結成されるに至ったとみられる。三別会議地方組織の状況をより作成。大原社会問題研究所編。 日本労働年間22週、PP209 から210他より作成。労働省編、資料労働運動史各年版より作成。1950年6月分のみ、大原社会問題研究所編。日本労働年間24週、P577 労働救援会労働運動や、農民運動に対する弾圧によって生じた被害者を、救援する人権。 放送団体。前身は1928年に結成された解放運動犠牲者救援会。1930年に国際団体に加盟して日本赤色救援会に改称した。敗戦後、1945年10月に解放運動犠牲者救援会として再建し、1946年1月に勤労者生活用語協会となった。同年12月に、 個人加盟制から団体加盟制に改組して、老働運動救援会となり、1948年12月に日本老働救援会と解消した。産別会議の弱体化に伴って、老働救援会の方も弱体化する。その後、1951年11月に解消して、現在は日本国民救援会、産業復興会議、 経済復興会議産別会議が参加した経済再建のための協議団体。敗戦後の経済混乱の中で労働組合もまた経済再建に取り組んだ。右派の総同盟が労使協調的な経済復興運動に取り組んだのに対して産別会議は産業復興会議を結成して労働者による経済復興を唱えて団体交渉やストライキを重視した。 1946年10月7日結成で、全般国鉄総連、電産協など21組合、民家、関東食料民主協議会などが参加した。1947年に入って、総同盟との関係が改善すると、経営協議会は、戦時中の産業報告会とは異なるものである。党の確認のもとに、2月6日、総同盟、疲労会議、経済同友会、 日産協、技術連盟などとともに、経済復興会議を組織した。日本民主婦人協議会3別会議に参加している、労働組合の婦人部を中心に、婦人民主クラブ、日本共同組合同盟婦人部などが参加して1948年4月19日に結成。婦人団体協議会、日本婦人会議、日本子どもを守る会などに関わった。労働連絡会、 民主主義用語同盟、労農連絡会は、労農関係議員と労農団体との連絡協議機関。当初社会党は、結成に反対していたものの、1948年6月9日に結成されると、社協両党、緑風会、無所属議員83名、総同盟を除く、ほぼ全ての労農団体が加盟した。内閣における年度予算や、 政令201号問題での反対などを行った。労能連絡会は、自由、平和、独立の統一戦線の一環として、民主主義用語同盟の結成を提唱し、同年8月27日に、民擁道の結成を見た。民擁道には、共産党、労能党、三別会議、日農、ブラック解放全国委員会など95団体が加盟。 政令201号反対運動、平和運動などを行ったが、朝鮮戦争時の弾圧で1950年6月に解散。中央教育復興会議産別会議が参加した、教育再建のための協議機関。社会党、共産党、国民共同党、産別会議、総同盟、日農、日教祖などの労働団体。 全学連など50の関連団体と13の地方、教育復興会議代表によって1948年6月17日に結成。6.3世完全実施のための予算の確保などを目指した運動を行った。平和擁護日本委員会、全面講和愛国運動協議会世界的な平和運動に連なる平和運動団体。 1949年4月20から25日に開かれた第一回平和用語世界大会に合わせて日本でも4月25から26日に平和用語日本大会を開催し各界の著名人300名3別会議を含む101団体代表の計1200名が出席した大会は8項目の平和考慮を採択し翌年2月27日に平和を守る会が 発足した。1950年8月7日に、平和用語日本委員会と解消し、ストックホルムアピール署名運動や、講和問題などに取り組んだ。また、講和問題をめぐっては、共産党、労農党、三別会議、日農、関西主婦連など、約60団体が加盟した、全面講和愛国運動協議会も1951年1月15日に、組織され、 サンフランシスコ講和条約の締結後の1952年11月4日に平和用語日本委員会と合同した。1956年8月7日に解消して、現在は日本平和委員学術研究証言年間類資料集。ありがとうございます。